2月5日。こっちが、地形で、小児麻痺。小児麻痺になっちゃった。これ、あれ。小児麻痺で、なっちゃった。なんだっけ。ピッピ。ピッピです。で、1話だけね、親はもう見捨ててで、ダメなんですよ。で、こっち、ここにいるの、オスの、お父さん。売るんです。で、今卵、そう、偽物の卵なんだけど、温めたのが卵、母親です。これがこの間できたジョイです。これ3羽だけ仲良くしてるんですよ。で、これ入れると、ピッピ入れると、これなんですよ。なんでこういうんだ、これ。こんなん消せんまいで。この子、こんな体でも、こんな体でもね、一生懸命生きようとしてる。人間と違う、悩んでないもんね。すごいよね、動物は。自分の体がこういうんだから分かって、いつも影に隠れてるんですよ。もし、天敵に襲われた時に逃げるベッドの下とか、あの、この下ですね、入ってるんですよ。かわいそうでしょうがないね。どうにもないしね、これ。俺一生懸命もう、ちょっと早すぎた、早すぎて親が話しちゃったから、あの、餌も消化不良で、お尻から出てたんですよ。なんかね、虚しいっすよね。片足折れてる。右と左でも顔違うから、本当に小児麻痺ですよ。よく見ると分かるんですよね。ダメかな。ちょっとごめんな。ごめんな。分かんないかな。ああ、動いちゃうな。違うんですよ。もう胴体も曲がってるんですよね、この子。で、ごめんよ。やかいい。よし。でも、こんだけ動けるようになったから、まあ安心してますけどね。でもかわいそう、一人で。いやー、私なるほど、おめえよかったな。俺が餌やったのに死ななかったよ、おめえ。よい、ねえに、ねえ、ピピ言ってるん、ねえ、ピピ言ってるん、ん、え、じゃあ手に乗っかってごらん。ほら、練習だろ。うちは手慣れバットしかいらないんだからね。こっから出しちゃうよ、外へボーンって。すぐ高め食べられちゃうからな。逆らうのよ、俺に。なんちゃって。可愛くて。なんもなっつってないけどいいんですよ。可愛くて。な、声変わりしてもこの状態であれば OK です。声変わりするまでが分かんない。まだピッピだけど。言えるようになれば OK です。結構うまくいくかと思いますよ。うん、兄弟が一人死んでる見てるからね、自分で。ハトも。あれ分かってますからね、こいつら。この子たちが。で、私だけ助かったっていう。うん。ポッコの時はそうだったからね。分かってますよ。はい、失礼します。返しますね。はい、おやすみ。はい、おやすみ。いいよ、ほら、降りて。嫌な、降りるの。あ、そっか、いいね。うちの中に入れてるだけじゃねえか、お前。親はもう中入ってますよ。長くなっちゃう、ほら、また。ほら、降りた、降りた、降りた。よし。ロン、ほら、おいで。寝るんだよ。ほら、また入っていっちゃった。あ、おいで。おいで、おいで、おいで。ほら、おいで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 。遊んじゃねえかな、スマホベジってて。よいしょ。ほらよ。あ、やばい、行っちゃった。行くよ、もうこっち帰る。あれ、ちょっとカーテンがあって。カーテン。あかった、飛ぶなって、ほれ。ったく、もうこうなっちゃうとダメ。ほら。オッケー。はい。ルン。よしよし。ルンちゃん。はい、おやすみなさいって。ね。